ヘラクレスはタレス社が開発した多機能3次元レーダー。本機は非常に特徴的なアンテナを採用している。アンテナ本体はメガフォンのような形をしており、上端を削られた底辺4メートルの4角水型構造物の中に収容されて毎分60回転という高速で回転して全周を操作する。このメガフォン型アンテナは44個のマイクロ波。 ホーンによって構成されており、それぞれのホーンには4個ずつの送受信機が配されている。またビームの試行は電波レンズによって行われており、アンテナ全体で1761個のフェーズシフターが配されている。これにより電波ビームは70度の行角まで試行できる。タレス社はこの方式を 純粋なアクティブフェイズドアレイ式より単純で、信頼性に優れは900時間と見積もられている。バッシブフェイズドアレイ式よりもビーム形成能力に優れるものとしている。なおピーク出力は 50kW とされている。本機は最大で400個の目標を処理可能である。探知距離は戦闘機に対して 200km、ステルス性を考慮したミサイルに対して 60km、 シースキマーに対して2 0トルとされている。アスター艦隊空ミサイルの運用に完全に適合化されており、指令誘導アップリンクを行うことができる。フランス海軍、シンガポール海軍、モロッコ海軍、ありがとうございます。